自分のマロンハウスで休憩中。犬の秘密基地ナウ始まるよ。早速お昼寝、トイプーさん。どうも、犬の秘密基地です。外の音でちょっと起きちゃいました。ロイくん、そしてレオくんも寝ていますね。クッキーちゃんもマイバッグで休んでいます。そしてチワワのマロンくんも来てくれました。ロイくんと挨拶、フーさんとも挨拶、クーくんとも挨拶はしない、ブラックチワワコンビになります。早速おやつをいただいちゃうマロンくん、大変元気なチワワです。そして早速ロイくんゴロゴロして遊びに誘っているようですね。ただちょっと外の物音が気になっちゃっている様子です。しばらくしたら自分のマロンハウスで休憩中。だいぶ甘えてきている感じですね、マロンくん。クッキーちゃんもお昼寝は終わって起きてきたようです。あくびしてまだ眠たそうですね。マロンくんはレオくんのちょっとホワイトテールがちょっと気になっている様子ですね。レオくんはマイペースです。レオくんもお昼寝から目覚めたようで、だいぶ目がパッチリした様子ですね。レオくんの長めのお泊まりは今日で終わりで、レオくん帰ってしまうのでちょっと寂しいですね。クッキーちゃん、マロンくんが来てちょっと困惑気味。また会いましたね、お嬢さん。ロイくんもだいぶ暇を持て余している様子です。ルナちゃんにちょっとちょっかいを出し始めたロイくん、今日はトリミング後なのかふわふわしてます。ブラックチワワに挟まれてバイ、トイプードルロイ。ブラックチワワに挟まれてバイ、トイプードルクッキー。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。